今回のアンチャーテッド、我々はあの伝説の探検家フランシス・ドレーク卿の棺を発見しました。400年以上も前に海底に沈んでいたものです。ねえ、自分のご先祖様の棺を乱暴に開けちゃっていいわけ？先祖への冒涜かな。っていうか俺が子孫だって信じてないんだろ。だって私の調査によるとフランシス卿に子供は一人もいなかったはずよ。へえ、それは間違った歴史だ。それに空の棺は乱暴に開けてもいい。空っぽ。やっぱり。何？ちょっと見せて。ダメ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 だ。棺だけを見せるって約束だろ。ちょっと待ってよ、うちの番組がお金を出さなかったら何も。おいおいおい、この番組はできるだろう。ドレークさん、サインしたわよね、契約書に。私には発見したものすべて見る権利が。その話は後で。サリー、厄介なことになった、来てくれ。厄介？厄介って何？ああ、海賊だ。海賊？ああ、今風のね。奴ら人質は取らない。ま、男の人質は、ね、ちょっと人の話聞いてるの。警察とか何か呼んだ方がいいんじゃない？いいこと言うね。でも俺たちだってここに来る許可を取ってないからね。はい。だからパナマの刑務所に入りたくなきゃ自分らで片付けるしかないだろ。刑務所？そのコメント、パナマの監獄に入ったことないだろ。使い方わかるか？もちろん、カメラと一緒よ。構えて狙うんでしょ？その通り。さ、行くぞ。どうして連中に見つかったの？ああ、実はずっと俺をつけてた。巻いたと思ったが。で、どうやって怒らせたの？ああ、それは今話すと長くなるの。あなたのことは好きじゃないみたいね。話してる暇があったらガンガン撃て。急いでくれ、サリー。取れるもんなら来てみろ。どこにいるんだ？
はヒーローがいなくてダメみたいだね。何言ってんだよ、船が吹っ飛ばされるまではうまくいってたんだよ。無事か。これぐらい慣れっこよ。おやこれは今をときめく美人レポーターさんじゃないですか。あら、はじめまして。ここでなきゃ乾杯でもしたい気分だ。ビクター・サリバンです。エレナ・フィッシャーです。出たよスケベ親父め。奴らに見つかる前にとっとと出発しようぜ。フランシス教からプレゼントだ。おお、じゃあ棺を見つけてったわけか。おい、これもしかしてあのフランシス教の日記だ。俺が睨んだ通り彼は死んじゃいなかった。でかい獲物を狙ってたんだ。面白くなってきたぞ。あの、さっきの続きなんですけど、落ち着いたらその日記見せてもらうからね。いいか、フランシス教は太平洋へ航海した時にスペインの船団を奇襲したんだ。彼は船に乗り込み、船にあった地図や手紙や日誌を奪い、その全てをこの日記に記録した。そうか、それで。だがイギリスへ戻るとエリザベス女王にその地図や全てを没収された。この日記もだ。そしてクルー全員が沈黙を誓わされた。で、お宝は。フランシス教はこの航海で何かを発見したんだ。秘密にしておく価値のあるもの、何かものすごいものだ。ネイト、そんな回りくどいことはどうでもいいから、はっきりズバッと言っちゃってくれ。はあ、本当にせっかちだなあんた。そんなんじゃ女に嫌われるぞ。モテまくりだよ。しじゃ、まずいいものを見せよう。どうだ、エルドラドの黄金。これぞでかい山だろ。他に手がかりは。やっとその気になったか。もう一だ。だが残念ながら最後のページは破られてる。だがなサリー、これは二度とない山だ。ただ一つ問題がある。今言った通りです。爆発して沈んだんです。そんな、だから保険をかけてるんですよね。嘘。あ、もちろんカメラは無事に決まってますよ。新品同様問題なしです。サリー、あれはほっといて平気だ。超たくましい。だな。じゃあ黄金の都を見つけたって彼女に言って、今夜テレビで生放送ってか。バカ言うな。だろ、俺を信用してるよ。まあまあね。このままだとそこらのゴロツキまでお宝を狙いに来ちゃうぞ。彼女なんてどうでもいい。今すぐ出発だ。大した紳士だなサリー。まあな、勝負んだ。いつもの行くか。予算なんてそんなこと言ってる場合じゃないんですよ。分かってるんですか。この企画は今年最大の目玉なんです。あ、はい。全く信用はできません。だからお願いしてるんです。カメラクルーを送ってください。そうすれば私が。人たち、ちょっと、絶対許さない。待て、ゆっくり頼む。俺はもう若くないんだ。リマの酒場のことは元気によろしくやってただろ。あん時は別だ。まあ確かに。